はい、どうも、わきです。さあ、今日ご紹介するお店はですね、実は今僕福岡来てまして、ちょっと仕事でね、こっちね2泊3日するんですけども、今年今回で2回目の滞在ですね。串カツでんがな、はい、今日行こうよということで。東京に店舗あるじゃないですか。なんで今日ここにしたんですか？九州初出店。あ、そうなんですか。そうなんです。ちなみにこれ外でも食べられるのいいですね。今の時期じゃないですか。お持ち帰りもやってますし、なんと焼酎ボトル1300円セール。これ安くないですか？これかなりお得だな。これかなりです。あの博多駅のね、あのヨドバシカメラが近くにあるんですけど、筑紫口の方から徒歩だいたい 3,4 分ぐらいですかね、の場所にありまして、揚げ物を堪能していきたいと思います。確かに邪魔なしかと。これってぜひですね、自分たちで。あ、いらっしゃい。あ、いいですか？どうぞ。検温。あ、検温していただきます。はい、いただきます。お願いします。はい、なるほど、頑張る。大丈夫です。はい、ありがとうございます。このままで大丈夫です。パーテンションがあるんですよ。こっちで乾杯。あの福岡もこんな状況ですから。串カツでんがなはね、僕東京でプライベートで何回か行ってるんですよ。でもね、YouTube でやったことない。うーん。今回まさか福岡に来てね、お届けすることになるとはね、全然想像してなかったんですけどね。いや、前もあったんですよ、はい、あの沖縄で、まあ、沖縄、あのとあるラーメン屋で、はい、東京でも食べられるんだけど、もうワッケーさん行きましょうよみたいな、その現地の、その仕事仲間がいて、はいはい、現地の人からすると東京で当たり前に食べられるお店は行きたいわけですよね。そうですね。サービスのキャベツです。はい、串カツのソースです。キャベツの代わりできますので、お気軽に食べてください。はい、はい、いただきます。じゃあ、ごめんです。おいっす。あー、レンガのハイボールはね、ブランデーをね、炭酸で割ってるということで、お気軽にお気軽ください。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここにゆずこしょうつけてお召し上がりください。今、店員さんあれなんですか、ゴム手袋してるんですね。はい、そうなんです。結構徹底されてますね。串カツでんがな、これ定番メニューですよね。土手焼きで、手前がネギだけで、奥がネギと生姜。いただきます。あ、うまいね。ちょっとね、甘めな味噌でね、この筋がすごい柔らかくて、ネギもね、いいですよ。普通にご飯にかけてもね、もうガッといけますからね。味噌が美味しい。串カツでんがなのアプリ。はい、そうなんです。公式アプリがあります。これをやると100円引き。はい、ドリンク100円引き。ドリンク100円引き。アルコールもですか？はい。え、もう1個ですよ。え、そしたらこのでんがなハイボール362円が262円。その通り。マジっすか？都度100円引きですか？都度100円引きです。めちゃくちゃ安いっすとか、うちはいい客だな。マジですかみたいな。これはあれですか、東京の店舗も共通ですか？はい、はい、共通であります。そうですか。うまそう。牛もつのね、塩煮込み、もつ三昧だね。確かに。これはうまい。え、これドデカハイボール1リットルじゃないですか、はい、これもさっきのアプリ使えば100円引きなんですか？もちろん。マジですか？店大丈夫なんですか？すごくないですか？すごいっす。500円ちょっとで1リットル飲めちゃうな。じゃあ僕ドデカハイボールください。ありがとうございます。シルバー、ドデカ、ドデカシルバー。あ、ありがとうございます。これドデカシルバーって何ですか？シルバー、シルバーは焼酎の炭酸のみの。シルバーって焼酎なんですか？焼酎ハイボール。あ、知らなかった。うちらどんだけいいお客さんなの。店員さんがおすすめするのを全部、じゃあそれでみたいな。おかしいでしょ。ドデカハイ、ドデカシルバーです。あの店員さん、これですね、声が通りますね。通りますね。ドデカ、これはすごいよ。ちょっとカメラに映ります。これ分かるかな、この迫力さが映像で。でさっきのまだあのでんがなハイボール残ってるんですけど、大きさ比べるとこんな感じ。すごくないこれ。
イカは大好きなんでね。うま、進みますねこれ。鶏皮うまいっすね、うまい。どでかハイボール乾杯で。うん、そろそろちょっとね、メインディッシュでね、やっぱりね、串カツをね、味わいたいんですけど、このね、季節の五本串セットっていうね、これちょっとそそるんだよな。これで618円。で、他にもグランドメニューで串カツのメニューが結構種類がありまして、野菜もねありますし、でセットもね5本8本10本あと野菜肉海鮮ってね、いろいろあるんですけど、なんかでも福岡の人は初ですもんね。初です、串カツ店がな。串カツさんが少ないんですね。あ、福岡少ないですか。福岡少ない。それは焼き鳥屋めちゃくちゃ多いんですか。あ、焼き鳥屋多い。焼き鳥屋めちゃくちゃ多い。串カツの店は福岡あんまりない。あんまりないです、ね。ああ、それは知らなかったな。あとここ博多駅近いから、ね、中洲も近いじゃないですか。中洲近いです。だから完全にね、飲み屋街だし、うん、あってもおかしくないですけどね。そうなんです、串カツの店って。わきたー、わきた。節節です。ハモ、牛タン、つくね、粗挽きウィンナー、オクラ、トウモロコシです。はい、で最初はグー、じゃんけん、ポン。あ、負けた。俺じゃんけん弱いな。ウインナー行くんすか。カウインナー。え、いいんですか、ウインナーで。ウインナー。マジっすか。え、自分はハモいっちゃいますよ。どうぞ。塩でいただきますよ。塩がうまいでしょうね。おお、ハモの身がすごい詰まってて、あ、おいしい。あの、一言いいですか。全然減らないです。5本セットです。はい、はい、ありがとうございます。おお、チキン、ウィンナー、ナス、玉ねぎです。紅生姜です。紅生姜来ました。チューリップです。うわー、来ました。これうまそうだな。チーズの揚げたてで骨の部分も熱くなってますので、召し上がれば注意してみちゃってください。はい、続々とやってきましたよ。チューリップと紅生姜。最初はグー、じゃんけん、ポン。あ、また負けた。トウモロコシ食べたいですよ。おー、そう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 。やっぱちょっとこれ牛タンつくねで、ちょっといっちゃいます。おー、めっちゃちゃんと牛タンのね、食感がね、ちゃんとね、味わえるんですよ。旨味もあってね、油も結構出てくるし。うん、1リッター大きいっすよね。お互いなんか自己申告制にしましょうか。そうですね。まあ俺弱いんで。玉ねぎいきたいんですけど。あ、どうぞ。いいですか。いいっすよ。ちょ、玉ねぎちょっと好きなんですよ。おお、これ見てください、玉ねぎが。ん、おお、玉ねぎ甘いっすね。玉ねぎいいっすよ。あ、これはいい。うん、あと今更なんですけど、衣がうまい。そう、衣がうまいっすよ。チューリップ乾杯しておきましょうか。何やってんだろ、男同士で。野郎同士です。確かに。うん、うわ、うわ、僕の中で今日1位ですね、これ。チューリップはソースをたっぷりつけて食べるのがおすすめです。うん、これはうまいな。うん、うん、これが福岡になかったっていうのは、いや、本当に不思議だな。串カツ屋はないんですよ。紅生姜もちょっとね、いっちゃいます。あ、うまいね。うん、うん、牛肉いただきます。柔らか、こんな柔らかいんだ。うん、ちょっと次気になる串いきます。ピンポイントで、お手マヨ、メンチ、ハムカツに、もちち、もちち。自分はハムカツいっちゃいましょうかね。上からかけちゃうっていう。ああ、それあるっす。上からかけちゃう。ある意味やったことないっす。こういうソースのかけ方もある。今しかできない。今しかできない。うん、超肉厚ですよこれ。ああ、美味しい。どうですか、ポテマヨは。ポテマヨはもうこれ女子最高です。あ、女子向け。女子向けっす。めちゃくちゃうまいっす。全然減らねえな、ハイボール。
うん、で、もちチーズはちょっと塩でいただこうかな。あえての塩。おお、これも女子かな。すごい女子。女子ですよこれ。女子っす。うん、ということで串カツ伝柄締めは肉水うどんでございます。だしの香りがね、もうね、鼻突き抜けていくわけですよ。あー、これはたまらないね。あー、雑炊もいけるねこれ。染みますね。カツオの出汁が際立つんですけど、ここにね、肉の旨味がね、こうかぶさってきてね、うん、あ、これは美味しい。うん、これうどんのコシもいいですね。うん、のどこしもいいしね。ちょっとね、筋も入っててね、うん、食感も楽しめていいですよ。うん、コクが出ていいですね。うん、福岡のうどんって結構柔らかいですね。柔らかいですね。自分はもうコシがあった方が好きなんですけどね。いいですね。違った感じで楽しめる。うん、お得ですね。ということでね、今のところ九州ではここでしか串カツ伝柄は楽しめない。まあ東京にはね、店舗数いっぱいあるんですけど、まあ、ぜひね、こっちに住んでる方で串カツ伝柄ちょっと食べてみたいなって方いたらね、ぜひ飲みに食べに来てみてはいかがでしょうか。いや、今日楽しかったですね。いやいや、ありがとうございます。まあ、まだ今日初日なんですけど。そうですね。高木さん、僕ちょっと東京行くんで、今度ね。あ、東京行くんですか。今度行くんです。あ、そうなんですね。また串カツ伝柄連れてほしいですね。またまたどんだけ好きですか。